するしない？鈴木太郎に100の質問やってやるよ。パッパって感じで、パッパって感じで太郎さんに質問に答えていきま、はい、答えていただきたいと思います。はい、次、はい、28番疲れた時どうします？癒すために何かこう寝る、休む、睡眠、お休みもあるんですか？いや、睡眠はいっぱいありますよ。しっかりその体を休める時間を確保できてる。睡眠はね、あんまり最近年のせいか寝れなくなってきましたけど、長時間ってこと、はい、何時間くらい寝るんですか？いや、5時間ぐらいですか。一応6時間寝ようと思ってたんですけど、最近は6時間無理だってなってきて起きちゃうの？近藤誠一も同じこと言ってました。6時間寝れたら、かなり寝たな、はい、いい睡眠とったなみたいな気持ちになりますけどねなるべくじゃあ寝たいんだ、はい、疲れた時は。29番、嬉しい時や奮発したいって思った時に何をします？なんか自分へのご褒美とかあるんですか？買い物とかします、ね、買い物もあんましないですね。なんか、何しますかね、温泉行ったりとかも、なんか遊びに行く、何して遊ぶんですか？何して遊ぶんですかね。いや、質問を質問で返す、うん、確かに何してるの？仲間と会ったりするんですか？麻雀の仲間だったりお友達とか。あんまり会わないです。あのチームで集まるんですけど、まあ、あとは大井さん、うん、あ、そっか、大井さんもなんか一番仲いい名前でよく大井さんも太郎さんの名前出しますもんね。2人は何して遊ぶんですか？2人で会いました、はい、太郎です、大井です、はい、合流。何するの？1日空いてる、はい、どうぞ。何するんだろうね。それを聞いてるんですよ何するんだろうね、何するんですか、何するか分かんない。言ったらそんなに遊んだことないね。ご飯行ったりするんですか？あ、だから何かあった時は太郎飯行こうみたいな。あ、ご飯ね、はい、一緒にだってカラオケとか行ったりもしないでしょ。カラオケもしないですね。まあ麻雀の話がですよね。あ、やっぱりじゃあ結局麻雀で繋がってる感じだ、はい、あとは言えない、あの麻雀のあれ合ってたみたいな、あの言えない言っちゃった今話とかいろいろね、あれ変じゃないみたいなとかまあ、いろいろ言う、なかなか言えない話もあるじゃないですか。いや、でもそれはあのね、いろいろ自分のね、麻雀論とかいろいろありますからね、はい、そういうお話をしてるんだ。じゃああれだ、あの嬉しい時にわざわざこういうことをするとか、なんか自分でご褒美でね、ちょっといいとこの、それ普通あるんですか、いいとこのご飯行くとか、あと何、おしゃれなケーキ買っちゃうとか、高めのねとか、あ、それはご褒美みたいな、はい、そういうのはあるかも。例えば何あります？ちょっとココイチ食っちゃうかとかココイチ、ごめんなさい、ココイチか。まあでも私もココイチ大好きなんですけど、ご褒美で行くんですか？じゃあ何、ご褒美ってことじゃないけど、のっけ物増やすみたいな。分かった、何ひらめた、やっぱステーキだ。まあ模範解答みたいなので行きました。ステーキ行くんですか？ステーキは行かないの、買うの、自分で作る、焼くの。あ、お家で料理されるんだ。なんか、はいはい、ステーキ屋さん行くとめっちゃ高いじゃん、うん、でもスーパーとかで結構美味しそうなお肉売ってるでしょ、はい、まあ1枚なんか2000円とかぐらいの、うんうん、別に毎日買うわけにはいかないじゃん。だからちょっと例えば体育の前とか頑張らなきゃって時のと、そしたら買ってきてニンニク切って、え、かわいい、焼いてんだ、はい、ちゃんといろいろ味付けはどんな風にいつもやられるの？まあ大体あのステーキソース作ってんの？ステーキソースは、あの最近はエバラ黄金のタレ黄金ソースみたいな、あ、言っちゃダメ、いや素敵素敵、いや全然出していこう、中辛、ここに出ています多分、中辛中辛なんだ、はい、黒いラベルの、エバラさんありがとうございます。あれ結構ね、最近美味しいんですよ、はい、頼りにしてます。美味しいですよね、はい、あれね、はいじゃあ仕上げはエバラに出会ってるはい、次30番、映画を見に行きますか？行かないです、全く。じゃあ31番、最後に見た映画は何ですか？映画、何年前ぐらいですか？映画館ってことでしょうね。映画館がいいです。あ、でも別に金曜ロードショーでもいいですけど、できれば映画館。映画館、なんかなんだろう、邦画の映画を最後に見た記憶があります。名前忘れちゃった。何年前ぐらいの話ですか？10年前ぐらい10年前の邦画、なんだろう、誰出てました、誰だっけな、草薙剛さん出てたよな、草
勘違いかもしれない。なんだっけ、なんかね調べたら出てくるかも。でもそれ忘れました、うん、ヒント草薙さんでした。それくらい、映画自体は見に行かない。映画館に行かないですね。映画館嫌い。嫌いじゃない。わざわざ行かない。別に旬の映画を見ようっていうこの気持ちがなくて、別に過去に見てない映画なんていっぱいあるわけだから、見たかったらなんかそっちの方が楽だなみたいな気持ちになってますけど。じゃあ別に32番みんなにおすすめしたい自分が今まで見た映画特にない。まあそうだと思うないぐらい。ぜひ皆さんご覧ください。さあ次、漫画は見ますか？漫画は見ます。読む？はい。34番、どんなジャンルの漫画を見ますか？異世界ものです。それも漫画も異世界なんだ。他は見ないの？今なんか流行りの漫画を見ないの？キングダムとか。あ、キングダムも見てますよ。あ、そういうのは見るんだ、はい。ワンピースとか。ワンピースも。あ、見てるんだね、はい。でも一番好きなのは異世界。最近はね。ってことだ。じゃあ一番おすすめしたい漫画、アニメ、もう一回いいですか？はい、あれです。ソードアートオンラインじゃなくて、今は、はい、デスマーチから始まる異世界競争曲です。はい、これをぜひ皆さんチェックしてください。はい、はい、次。その他、漫画アニメでまだ語りたいことがあったらどうぞっていうのが36番になります。もうちょっと喋りすぎたんで、この辺で。もう満足ですよね、はい、一番今熱く語ったジャンルそこですからね。そうでしたね。はい、ありがとうございます。37番、グルメ目的の外食を行ったりします？ここのお店すごい高評価だし行ってみようみたいな。自分では行かないですね。誘われたら行くみたいな感じです。はいはいはい。例えばさっきも言いましたけど、ドッピーとか、うん、すぐ誘ってくるんですよ。ドッポさんね、食べ物あそこ美味しいんで、うん、今度行きましょうみたいな。知ってますよね、ドッポさんね。それで一緒に行くんですか？そうです。どんなとこ今まで行きました？これまあ肉、大体僕肉がいつも肉言ってるんで、肉系の時に誘ってくれますね。あー、やっぱりそういう好みを理解してドッポさんは誘ってくれるんだ。だと思います。なんか銀座とかも行きましたよ。二人で？いや、二人じゃ行かないでしょ。太郎、ドッポで二人で。はい、銀座ってやらないですか？さすがに、もう何人かいたから、さすがにね。そういう時って何、割り勘なんですか？いや、もちろん。そうなんだ。え、気になってる。ドッポさんが出してくれるってことですか？わかんない。ドッポさん出したり、太郎さん出したりするのかなみたいな。いや、まあ、やっぱりそこは割り勘じゃないですか。ないんだ。そして女の子がいるわけでもなし。切ないまとめになりました。はい、38番。プチの旅行だったり、何かこう、アクティブに動くために外に出たりとかします？旅行とか行ったりします？旅行はあんまり行かないですね。まあ僕も自分からあんまり行かないんですよね。誘ってくれる人っているんですか？まあドッポさんとか。旅行は行かないか。ドッポさん社交的すぎません？でも最近はまあ海外とか、麻雀大会で。そっか、はい、そうだ、世界大会出てますもんね。そういうので観光もしてる。あれは結構ね、毎年行ってるんですけど、うんうんうん、年一の行事として楽しみにしてますね。何するんですか、海外行ったら。まあ麻雀、一応麻雀やって、うん、あとはちょっと観光したり。みんなで動くんだ、一緒に。はい、そうなんですね。じゃあそれがまあ大会兼観光で年一ぐらいってことですね。じゃあ次行きます。39番、図書館行きます？行かないです。私も行かないです。次、40番、本を読んだり、その iPad でね、文章を見てるって言いますけど、それはどこで、どちらでやるんですか？家ですね。あ、iPad ってやっぱり、お家なんだ、はい、持ち歩いてる割には持ち歩いてるけど、意外と使われないんですよ。じゃあ出さねえなら持ってくんだよってな。例えば長時間いた時、はい、まあ、あんまりないんですけど、 M リーグの控え室にいる時に、うん、結構長い時間暇になってると iPad だったり、ね、ヘアメイクもあったりする時間だったり、はい、あと移動とかの時間はどうなんですか？移動はなんか電車で1時間とか。移動だとちょっと iPad としてはちょっと大きいんですよね。だから携帯にし、携帯だと何やってるんですか？携帯だとなんかツイッター見たり。あ、なるほど。僕はあんまツイッターやってるんですけど、うん、あんまり見ないんですよ。だから家にいると見ないっていうか、あ、たまに出た時に見るぐらい。そうそうそう。なるほどね。
はそれぐらいの時間にしか開かないんだ。あの、そう、あんまり、そうですね、はい、あんまり、なんかそういうの好きじゃないというか。いや、でも分かります、まあ、私も、はい、苦手タイプなんで、そこは一緒ですね、はい、うん、次行きます。美術館行きたいですか ?41 番。はい、行きたくないです。はい、42番。水族館行きたいですか魚とか見たいとかあります？いや、魚釣りだったらまだありかなって気がしますけど。あ、別にあの、わざわざ水槽に入ったものは見に行きたくないけど、川とか海の釣る方だったらまだ行きたい。はい、そうですね。はい、博物館行きたいですか ?43 番。はい、行きたくないです。あ、次。科学館行きたいですか ?44 番。興味はございません。その他、展覧会やショーイベントだったり、行きたいものとか、はい、ないです。46番、サーカス行ったことあります？あります。あ、あるんだ、はい、どこで？え、子供の頃に。幼少期。幼少期しかない。どこの何ですか？都内とかですか？どこだっけな、なんか、母親に連れてってもらった。じゃあ、タマムリとか見てたんですかね？なんかブランコみたいなのとか。ああ、空中ね。空中ブランコとか。そうなんだ、サーカス。あ、でもあとショーとか、海外行った時にショーとかは見たことあります、ね。でも立派ですよね、海外のショーとか。そういうのも見たことある。そういうのは見たことあります。なんで幼少期から先に言ったそれ、なんか、ショーっていう。サーカスとなんか、今。そうか、ショー別です。そうそう。で、ブランコから。もっと立派なやつね。そう。ショーに、ちょっとイメージが。すごい、そういうのは行ったことあるんだ。次、海外は何回くらい行ったことありますか ?47 番。いや、わからないです。もう数切れないぐらい。今まで行った、はい、国、どうぞ。国は、はい、そんな多くないと思います。アジア圏ばっかり。例えば、韓国とかですか？韓国。まあ、大体、あの、海外はポーカーやることが多かったですよね。あ、はい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 。はい、小倉さんとか、有名。あ、もう有名だね。はい、うん、と行ったりすることも多かったんで、韓国、マカオ、うん、フィリピン、うん、ぐらいですかね。おお。あとまあオーストラリア。ああ、でもいいとこですね。あとは定番の方とかはアメリカもある。アメリカっていうか、アメリカもグアムですね。はい、あ、グアムね。あとカナダ。かなり行ってますね。6カ国。でもそんな。いや、でも羨ましいぐらい。めちゃくちゃ行ってるじゃないですか。でもあのカナダは修学旅行で行って、グアムは卒業旅行で行って。そういうね、イベント。あとはまあ。残りはちょこちょこ暇を見つけてた場合行ってたと思いましたね。さあ次行きます。48番、ディズニーランドシーは行ったことありますか？はい。あ、あるんだ。ディズニーランドはミッキーとか戯れたりするんですか？あの大きくなってから、あ、一応行った。ちっちゃい時の話。あ、大きい時の話ですか？大きくなってからは大学生の時に一回行ってます。大学生って何年前だろうか。もうだいぶ前ですね。20年前ぐらい。20年前が最後。ダブルデートしました。何その面白い話。ダブルデートって何ですか？当時の彼女とってこと？いや、なんか付き合いがかり、なんか仲良くなりたいカップルの付き添いみたいな感じで行きました。それ楽しかった？まあそれなり。でもそこまでは楽しくなかったです。そんなになんかキャラクターものとかになんかあの気持ち行ったりとかなさそうですもんね。そうですね、うん、リラックマ好きとかなさそうですとかも。スペース…んスペースマウンテンありました？ビッグサンダーマウンテン、あれなんか、ドフェルの名前みたいなあれ、そんなのあったっけ？ありますよね、ビッグサンダーマウンテンって なんとかマウンテンはありますね。 それが、そう、最新ぐらいの時にだったような。あまあ10年前ですもんね最近はじゃあほぼほぼ行ってないと。行ってないですね、はい、うん、C は行きましたけどね。あ、C 行った。えC は何年か前に行きました。あ、C は何年か前に行ったんですか、はい、それは誰と行ったんですか？それは言えないです。大体女じゃねえかよ。ありがとうございます。自分が今まで行った中で一番良かったところはどこですか？出かけて。ここに良かったよっていう。どこが良かっただろう。海外でもいいですし、日本でもいいですし。海外、やっぱオーストラリアいいですね。僕は好きです。何されたんですか、オーストラリア。なんか、なんかいいんです、ゆったりしてる感じがいいんですよね。しかもなんか、家とかも、はい、飛行機とかから見ると、一軒に必ず木が一本立ってるみたいな感じ。ああ、いいですね。おしゃれですね、はい、優雅だし。
で、なんかあんまりギチギチしてないギチギチしてない、そうそう、まあ、東京とか特にね、みっちりしてますもんね。みんな優雅に生きてるなっていう感じの。それも踏まえて50番、いつか住みたいと思うところはあります、場所。まあ今だったらやっぱりオーストラリアですかね、海外なんですね、はい、日本よりもあのゆったり感、まあ、そういう意味では日本だったらどこら辺ですか。いや、でもなんかオーストラリアかもしれない。でもなんか海外生活とか似合いそう、太郎さん。そうですね、うん、ゆったりしてる感じがします。ゆったりしてる感じが合うと思います。さあ次51番、部屋のインテリアタイプどんななんですか。今住んでるお部屋ってどんな風なイメージ。はい、え、インテリア、お家のカラーだったりどんな間取り。え、白なんだ。あ、わかんない、 LED 急に部屋の説明してで、ね、LED の色を言う人います。だいたい、だいたい白かオレンジ系しかないでしょ、そんなの。いや、私が聞いてるのは、いや、ベッドカバーの色とかそういうの聞いてるんですよ、ソファーとか。あ、そういうの、そういうのでしょ、何にいきなり LED ツッコミどころが満載。どんなお部屋のカラーリングなんですか。いや、基本白い壁に、布団はベッド、布団はベッドって。何言ってんだよ、本当に。お布団のカバーの色って何ですか、何色。し、白、水色、水色が薄くなった、パステルが好きなんだ、白みたいな。ソファーってあります、家に。ソファーあります。何色、灰色。あ、じゃあちょっとそういうなんか色味が好きなんだ、可愛い感じですね、じゃあお部屋。いや、なんか赤とかはあんま好きじゃないですよね。急に情熱的な赤でまとめる人もそんなにいないと思いますよ、部屋の。なんか落ち着いてる、普通部屋って落ち着いてるじゃないですか。いや、でもベージュとか茶系とかが多かったりするんじゃないですか。あ、でも茶系のあれ買いました、あの人間をダメにするソファーみたいな。あ、ビーズのやつですか。そう、あ、あれいいですよね。でもあれ、あれでもね、ちっちゃくなって、あのそれじゃない、あ、もう多分ね、そのでっかくメインのメーカーですよね、メインのメーカーじゃなくて、多分1万ちょいぐらいで、まあまあでかい、ちょっと安めの茶色なんだ、それはカバーがね。でも最近ちっちゃくなってきちゃったんですよ、あれ。中のビーズ変えなきゃいけないでしょ、定期的に。あ、変えなきゃいけないんだ。そうなんです。あ、それか足せばいいんですよ、中にビーズ。体重が重すぎて、違う、あの使えば下手るもんなんですよ。あ、そういうもんですよね。だから足してください、改善できます。なんかね、小さくなっちゃった気がする。俺が重すぎたのかって。そうそう。あ、じゃあ結構お部屋はパステルと落ち着いた色味が多いですね。そうですね。そうね。52番、理想の部屋とかお家ってあります、こんなお家に住みたいとか。いや、理想言ったら広い方がいいんじゃないですか。今のお家って間取りどれくらいなんですか。まあまあ広めだと思いますけど、2DK ぐらいですか。 2DK ぐらい。何畳何畳ぐらいですか。ちっちゃい部屋8畳ぐらいの部屋、ちょっと広めの部屋、まあ、キッチンついてる広めの部屋。すごいいいですね、ゆったりだ。じゃあもう別に荷物の量とか多いんですか。でも一部屋はほぼ使ってなくて、荷物は決まって、うんうん、まあ、あまり入らない部屋と、うん、普段寝てる部屋といる部屋、何度みたいな感じに使ってるんですね、片方。そうそう、うんうん、あ、でも持ち物じゃあ結構多いってことですね。いや、そんなないです。あの、はい、まあそうですね。あの、やべえもの出てくるのかなって、聞くの怖くなっちゃう。まあ2人で住んだ時もあって、今1人なんですけど。そういうことだ。そうそうそう。なんだ、ちょっと、あ、こう本当にただの法的に触れる何か出てくるのかと思って。いや、違う。よかった、なんだそれなら。荷物多かったんですけど。それはだって、まあ、元カレだか分かんない、元カレだか知らないですけど、それはいたことだってあるんでしょ。そう今はいないのみんなに知ってますけど、はい、それで荷物、まあ広めの部屋を借りて、今はお一人で、でも1人だから、はい、もう使わない部屋もあるなみたいな。なるほど。